こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールド、国際プロレス編、ライブ配信始めていこうと思います。引き続き1981年2月か3月のスーパーファイトシリーズですね。今回もう5回目ということで、始めていきたいと思います。まずはこの見る通り3月12日、広島県府中市府中商工会議所会館大ホール、こちらをやっていきたいと思います。まず、シングルマッハ・ハヤト対ルーク・グラハムですね。いつも通り、ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。 Please my ツイッチアカウントフォロー&チャットコメント Please。 そして、アーカイブを YouTube にアップロード予定です。2日後、13日21時ごろにプレミア公開予定です。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive upload 2 days after プレミアライブ My YouTube チャンネル My YouTube チャンネルチャンネルサブスクライブド&、グッドボタンプリーズ。旧ツイッターである X のアカウントございます。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズ、フォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、それでは行ってみましょう。少しお待ちください。はい、それでは、ルーク・グラハムですね。ちょっとなんか雑音が。はい、はい、ルーク・グラハムどこにあるんだ。はい、では行きましょう。こちらシーツでは、マッハ・ハヤトが
いやルーク・グラハムが勝利しております。パンチパンチボディスラム、イスラム投げまして、フルがパンチパンチパンチ、投げます、ショルダースルー、そしてロープに振って2アタック、さあ場外へ、これは追っかけ、追っかけます、ルーク・グラハム、いや椅子を取り出すがこれは使いません。お、チョークが入り、チョークですね、これはいけません。パンチパンチ、おっとフェイスロックだ、なんだこのポーズは。さあ画面かけむしりとなります。おっと同時面スリーパー、おっとまたチョーク攻撃、また投げる、そしてサソリ、さあ毒が全身に回る、カウント 2.9、同時目スリーパー、乱入者が入ってるぞ。2アターック、パンチを打つ、ボディースラム、そしてブレーンバスター、バックドロップ、完全に翻弄されております。おっとこれ乱入者が帰っていくぞ、パンチ、荒っぽいレスリング、巻き投げ一戦、スリーパーだ、さあこれは締め上げるか、マッハ・ハヤト足を崩してカニバサミからドロップキック、後方鮮やかです。大気合戦に行こう、ヘッドバット、ルーク・グラハム、おっとこれも反則、チョークですね、カウント3、あカバーに入る、 2.9 惜しいですね、ドロップキック鮮やか、
そしてアームロックに行こう。さあルーク・グラハム苦しいがここはなんとか耐える。本当カバー、いやエビに固めた 2.9 押し込む返されます。ニーアタック、もう一度エビ固める 2.9 しぶといルーク・グラハム、パンチボディスラム、お何、さあコーナーポストから先頭アトミコかな。さあバックを取るがエルボーで返す、場外どうする。トマハヘと冷静にリング内で待ちます。ボディスラム、さあそしてコーナートップから先頭アトミコ、投げて再びコーナーポスト、ダイビングボディープレスだがロープギアだった。カニバサミ、もう一度ダイビングボディープレス、そしておっとボスハーフボストン決まった。マッハヘとかルーク・グラハムを破りました。さあ続いては、米村天心対レイキャンディーです。いきなりもう外国人エースレイキャンディーが登場してきます。米村天心これは負けられないですね。レイキャンディでは行きましょう。米村天心対レイキャンディのシングルマッチ、ヘッドロック、さあチンロックで締めます。堅実です。レイキャンディエルボーからボストンクラブ投げて、おっとボディアタック、これはブレーンバスターは米村の勝利。カバーに入る。あとアーム。カバーです。あとはヘッドバット、そしてまたボストンクラブに入ります。
ボディスラム。おっと、なんだこれ、乱入してきて肩を攻められてる。ショルダークロー、パンチ、さあ投げて、おっと食らってしまう。この2対1はさすがに米村厳しい。あっと、アトミックドロップ。乱入率結構高いな。こんな高く設定はしてないんだけどな。バックを取ってバックドロップ。おっと、これはベアハック、ベアハック返しだ。お互い力で攻めます。そしてブレーンバスター、タックル。ブレーンバスターカバーに入る。 2.9 ラリアット、カバーに入ります。 2.9 ドープキック、カバーに入る。 2.9 おっと、ダブルアームスープレックス、バックドロップ、もう一回バックドロップ、カバーに入る。 2.9 バックドロップ、スリーカウントです。米村なんとレイキャンディを破りました。元祖バックドロップか耐え固めですね。さあ次の試合から、あ、間違えた、こっちだ。寺西サムと鶴見五郎、ルーテズ杯予選 A ブロックとなります。リフェリーはもちろんルーテーズ。ではいきましょう、寺石勇対鶴見五郎、ルーテズ杯予選 A ブロックの始まりです。キムシリー、おっと裏剣。さあここシーツではですね、寺石のリングアウト勝ちとなっております。
さあ、飛ぶ振りを見せましたね、寺西。おっと、鎌固めです。6に振ってヘッドバットを連打。おっと、パンチ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 。パンチ。カバーに入る。カウントワン。カウントワンです。おっと、また鎌固めに入る。カウント2。カウント2。2.9。場外戦突入です。2.9。また腕を振ります。おっと、バックの取り合い。エルボーで返す。スリーカウント。細かい技の反映でしたが、最後は鶴見が、勝利しております。さあ、これでルーテズ杯もう1試合ですね。さあ、続いてはルーテーズ杯の予選、B ブロックとなります。ラッシャー木村対
レッドデビルですね。まずラッシャー木村から、ね、木村はいない、あ、いたいたいた、ね、レッドデビル、レッドデビルはビル・ホワイトですね。では行きましょう、予選 B ブロック、ラッシャー木村対ビル・ホワイトの試合です。ネックブリーカードロープ、さあ追いつコーナーに追い詰める、ジャンピング、バックドロップ、カットワン、カウントに入る。
2.9。起き上がった。フロントキック、両者ダウン。そしてボディスラム、ボディスラム。おっと、これはやばい。上がらない。リバースへ返す。おっと、ブルドッキングヒットロック。さあカバーに入るが、これはロープ際。ブルドッキングヒットロック。おっと、上がらない。15分を経過しております。パンチを打つ。カバーに行く。スリーカウント入りました。ラッシュ秋村、貫禄の勝利となります。ランニングクロスショップか、背面式片指固めですね。
さて次の試合は、金網デスマッチですね、追山勝三対マイク・ボイエッティの試合となります。追山勝三は3月19日に引退してしまうので、追山勝三としてはこれが最後の金網デスマッチになります。相手はマイク・ボイエッティということで、こちら見事に勝利を奪って勝っております。ただマイク・ボイエッティはあった、終わりってことか。スタージャッジメントに戻るってことですね。一瞬一旦一応ギブアップのみで設置狂気数6つということで、やっております。では行きましょう、金網デスマッチ追山勝三対マイク・ボイエッティのシングルマッチです。さあ力比べ、しっかり投げます。ショルダースルー。さあこれはラリアット、さあバックを取るが、ラリアットボイエッティ、ヘッドバット、おっと上がらない、リバースへ返す。
さあ、ボディスラム。おっと、落とす。ラリアット。パンチ。ラリアット。ブレーンバスター。ヘッドバット。そしてあと上がらない。上がって、
おっと、もう20分経過してます。何やっと、おっとフロントキック、だから上がらない。何これ、お、何、上に上がりたいんだけど上がれない、これはやばい。マイク・ボイエッティ、ヘッドバットで追い山、フラフラしてるぞ、大山。ブレーンバスター違うわ、ファイルドライバーだ。おっとオクラホマスタンピード、ブレーンバスター、ラリアット。
伝わってる。なかなか関節打たないからな。大山。ヘッドバット。フラフラだ。パンチ。起きてアブニのトラスキック。一進一退っていう感じですね。45分経っても。競技使わないようなバックドロップ。両者ダウンの状態が続きます。
マークドロップ、とどめはさせない。しかも関節全然つかないから決着もつかないしな。でまたバックドロップ、もうレフェリーもすごい片膝ばっかりついてますよ。ヘッドバット、ヘッドバット、パンチ、これはファースタービート。本当ロープ上がれないのか。おっとパワーボールで投げっぱなしだが、バックドロップ、個人サーブからエルボードロップ、パンチを打つ、ラリアットして、またもラリアット、自分でかけてエルボーを打つ、サイドバスター、ラリアットは空を切る、ヘッドバットを連打、そしてブレーンバスター、オクラホマスタンピート、パンチ、
ットバットを打つ。60分で試合終わるんかな。終わらないや。ちょっとごめんなさい、これは止めます。ということで、大山活蔵のカナビデスマッチでした。ということで、次の試合はご覧の通り、タイトルマッチですね。タッグのタイトルマッチ、挑戦するのはエル・コバルデ、エローです。異色タッグですね。本勝負ですね、こちらは 100% にして、入場シーンも入れないと。入場シーンってどうやって入れるんだっけ。入場シーンは会場を変えないとダメだ。はい、では行きましょう。アニマル浜口、マイティ井上チャンピオン組にエルコバルデ、エローですが挑戦します。シーツでは22分8秒井上が、エローですからピンホール勝ちで浜口井上組が防衛しておりますが、果たしてどうなりますか。まずチャレンジャーエルコバルデ、エローです組の入場です。紫をなんだ、タンクトップっていうんだろうか、着ているのがエローです。エローですね。エルコバルデがマスクマンですね。そしてチャンピオンチームです。マイティ井上、そしてアニマル浜口、いつものコンビが入ってまいりました。
ビースラム。おっと華麗なジャンプ、カバーに入りますがカウント1です。 1.5 ぐらいかな。 IWA 世界タッグ選手権アニマル浜口マイティ井上組対のチャンピオンにエルコバルデエローですが挑戦する試合となって試合をお届けしております。浜口が締められていると、キャメルクラッチで締められているところが井上が救出、試合権にはまだ浜口にあるはず。ヘッドバット、バットカバーに入る、カウント1。そして花固め、ボストンクラブに移行です。ダブルのブレーンバスターン。ジャンピングネックブリカードロップ、おっとエローです。出血がないでしょうか。カウント2、エローです。投げまして、おっと丸め込んだ、さすがに、いやエローです、じゃエローですがカットですね。マスクマンのエルコバルデ、さあエローデスイタッチです。エローデスすでに額から出血をしております。あとダイビングボディープレス、あとバックリップ、そしてジャンピングネックブリーカードロップ決まりました。鮮やかドロップキック、ブレーンバスターです。
ジャーマン投げっぱなし。ドープキック。多分ドープキックもう一発。挑戦者チーム。さあバックを取るが、さあここへ浜口せ井上たち。おお浜口ジャンピングネックブリカドープ。おっとサマーソルトドープ決まりました。井上の得意技。さあ今度はコバルデが、おっとにドロップは不発、それを丸め込むエローです。ここはカット、そしてエローです。浜口をバックドロップ、コバルデ、これは浜口は避けたか、急所攻撃だ。さあコーナーポストにサイド上がってダイビングボディープレス、今度は決まりました。さあ浜、今度はストマックブロー、マイティの上バックを取って得意のバックドロップ。今度はコバルデがブレーンバスターですね。おっとダブルドロップキック。もう一回バックドロップ。おっと関節攻撃だ。さあ浜口、井上が必死にカット、必死のカットです。井上ストマックブロー、コバルデ決めていきます。さあコバルデエローです。異色タッグとなります。 OK です。崩れ落ちる。さあエローですか、コバルデイタッチ、そしてエローです。バックドロップでコバルデイつなぎます。おっとセントン、今度は浜口をジャンピングパイルドライバー。エローでスイタッチ、そしてエローですバックドロップ。バックドロップ、タックル。ブルドッキングヘッドロック決まります。ま、井上タッチ、すでに20分を超えております。おっとこれはいや権利がない、浜口攻めておりますが、おっとここで足を決めていく浜、井上ピンチ、ブルドキューヘッドロック。腕と首を攻める複合関節技ですね。エローです。これには気をつけないといけません。バックを取るが巻き投げへ返される。ドープキック、おっとボーアンドアロー弓矢固め、カットに入る浜口。浜口がかけて、んこれはダブルのブレーンバスター決まりました。
カバーに入る、カバーじゃないわ、丸め込んだが、エロですがカット、ちょっとやっぱり場所が悪い。おっとこれは決まってしまった。フォアアンドアウォー弓矢固めに井上沈んでしまいました。12日の広島県府中市大会はこれで終了となります。続いて3月16日鳥取県大会ですね。多分鳥取市だと思うんですが、まず米村天心とルークグラハムで行ってみましょう。天心ルークグラハムはこれは20分かな。試合開始です。あ、間違えた。さあこの試合はルークグラハムがシーツでは勝利しております。さあ腹固めグラハムを攻めます。バックドロップカバーに行く。今度はグラハムがカバー、カウントワン、ショルダースルー。そして組4の字移行です。米村まだ静か展開、ヘッドバットカバーに入る。ハーフボッソンです。おっと後ろからパンチ、おっとサイドスープレックスですね。パンチ、お、サイドスープレックス、
パンチ。パークドロップ。ダブルアームスープレックス。ハートファン。さあ直行駅を見せますルーク・グラハム。ドープキック。さあに振って、バックドロップ、カバーに入る。 2.9。 お、フライングクロスショップかな。おっと、これはロープブレイクですね。起き手炙りでのべ吐くでした。バックからヘッドバットを打つ、そしてバックドロップ。米村グラハムの頭突き刺す。パンチ。ボディスラムたまらず、米村場外へ、場外戦となります。お、戻しますね。上がらない、リバースへ返す、サイド場外へ、これは追っかけていきますグラハム。おっとビアハック、米村怪力です。おっと、あ、金網に激突ルークグラハム。持っていきます、サイドバスターカバーに入る。スリーカウント、決着がつきましたね。サイドバスターで米村が勝利です。続いては鶴見五郎対、レッドデビル、ビルホワイトとなります。こちらシーツでは両者リングアウトとなっております。30分かな。では行きましょう、鶴見五郎対レッドデビル、ビル・ホワイトのシングルマッチです。
チンシンク。エルボーを打つ。さあ、ぜひとも、今配信ツイッチでお送りしております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントいただければと思います。アーカイブは YouTube にアップロード予定です。2日後13日21時頃にアップロード予定です。プレミア公開でアップロードいたします。 YouTube のチャンネル登録高評価もぜひお願いします。そして、旧 Twitter の X やっております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。さあ、試合は間もなく4分です。お、大気合戦になっている。急所攻撃、ストンピングからアームブリーカー、ツーミー攻め立てる。画面かきむしりだが、トップに振ってフロントキック、振ってフロントキックじゃない、ボディスラム、エルボーを打ち込む。そしてパンチの連打。上がらない、リバースへ返す。そしてチンロックに移行です。お、デスバレーボム。コブラツイストラー、これはロープ際。ボディスラム、フロントキック、フロントキック、お、コブラツイスト、お、エルボーを決めていきます。カバーに行く。 2.9、 隅振ってストレートパンチ。さあ、ね、レッグロックです。そしてパワーボム、投げっぱなし、足踏みホール、スリーカウント。スミゴーがレッドデビル、ビル・ホワイトを破りました。さあ、そして次の試合がルーテーズ杯の試合ですね。テアイシイサム対エローデスからです。予選 A ブロックの試合が2試合続きます。レフェリーはルーテーズ。20分一本勝負と参ります。
手足勇対エドーです。ルーテイズ杯予選 A ブロック開始です。カウント2カウント22.9。 さあこれ終盤戦ですね。逆さ抑え込み 2.9 バックドロー。そして肩固め。またバックドロップ。ジャーマン決まりました。鮮やか3カウント。寺石のジャーマン一戦一瞬のうちに勝負が決まりました。鮮やか寺石勇。
さあ続いてマイティ井上とマイクボイエッティのシングルマッチとなります。さあマイティ井上、ここはなんとか突破したいところです。相手はマイクボイエッティ、ルーテイズ杯予選 A ブロック、試合開始です。バスター、ネックブリーカードロー、おっと足音の字だ、ボイエッティ。カバーに入る。カウント2。オクラホアスタンピート。これは痛い。
3カウントバックドロップ鮮やかに決まりました。井上が勝利を、取っております。さあそして、これでルーテイズ杯、この日のルーテイズ杯は2試合ということで、メインの試合はタッグマッチとなります。45分かな、一本勝負ということで、ラッシャー木村アニマル浜口組対レンキャンディエルコバルデとなります。では行きましょう。ラッシャー木村アニマル浜口組対レイキャンディエルコバルデのタクマチです。サンドイッチラリアット。バックドロップ。あとドロップキック2つ。バックドロップ、あ、バックドロップじゃない、バックリップです。さあ、チンロックに移行です。エルボー。さあ、ショルダークローです。カバーに入る。カウント2。
さあコーナーポストからダイビングエルボー、ダイビング2位ですね。さあもう場外4人揃っている。浜口とコバルデです。カバーに入るがカットに、レイキャンディーカット、そうレイキャンディータッチです。ロックからエルボーでパンチを打つ。浜口エルボーヘッドバットでレイキャンディー返します。そして浜口木村にタッチ、チンロックです。10分を経過しております。おっとバックドロップ迎撃。さあレイキャンディーエルボーです。そしてバックリップ、コバルデイタッチ、おお、コーナーポストからバック中だ、バックドロップ浜口木村、さあこれはコブラですね。もう一回バックドロップ、後頭部から突き刺す、つい角度だ。さあ壊れてからレイキャンディーへ、サイドバスター、ブレーンバスターです。おっとボーン&アロー弓矢固め、おっとなんで引いちゃうのか。場外へかけていきます。そしてバックドロップ、おっと後ろから小バルデ殴られた、その小バルデをバックドロップ。さあこれカウントが進んでいくぞ。これギリギリ戻ってきたってことですね、コバルデが。いや、レイキャンディーがサイドバスター。レイキャンディータッチしてんのかな？ヘッドバット。その一回、浜口とレイキャンディーに権利が変わっております。さあ、ベアハック。だが、ロープブレイク。さあ浜口連続のヘッドバット、さらにもう一回連続のヘッドバットです。今度はレイキャンディが一発ヘッドバット、持ち上げて投げた、浜口がボディースラム、そして浜口ジャンピングパイルドライバー、さえかけてエルボーをぶち込む。さあキャンディーかコバルデ、浜口も
キムライタッチ、20分を経過しております。そして今度は木村がバックドロップ、サッカバーにはいかない。エルボー、後頭部かエルボー、そしてまたボーアンドアロー。さあこれは一瞬で決まってしまった。浜口もカットに行けませんでした。木村マットに、コバルデのボーアンドアローの前にマットへ沈む。ボーアンドアローちょっと怖すぎないか。スピードもありますよね、コバルデは。ありがとう。ん？これキャッチなのか？おっと。前に落とす。キャッチっぽくないよな。キャッチャーズになってんだ。ヘッドロック、はい、ということで、3月16日の、鳥取県大会ですね。あと3月12日府中市府中 商工会議所会館大ホール大会までお届けいたしました。この後はですね、愛知県 豊川市、滋賀県能登川町ということで、この2試合を行います。おそらく次はこの2大会になるかと思われます。さあ後半戦に入ってきそうですね。あと、このシリーズも7日分なので、やっぱね、何大会だったっけ。10大会今やりましたんで、もう後半戦に入ってきたっていう感じですね。
はい、ということで、国際プロレススーパーファイトシリーズ、第5回をお届けいたしました。配信はツイッチでお届けいたしました。ツイッチアカウントフォローぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。そして、アーカイブ YouTube にアップロード予定です。2日後、13日21時頃にプレミア公開でアップロードいたします。 YouTube、ぜひチャンネル登録高評価お願いいたします。This Live Archive My YouTube チャンネルアップロードプレミアライブ2 days after My YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。TwitterX マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ファイアープロレスリングワールドライブ配信をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。